この3人で、ね、はい、切り抜けたらすごいかなという本当ですね、その余韻で次の上でいくという素晴らしいそのスタッフができますよね、はい、これは人気は出ますよね、打ちそう、通った時代その受けた小林茂ね、はいはいはい、雰囲気的にはそうですよね、まあ、彼もあの少年野球いろんな、ね、高校野球の方も見てると思うんですけど、体が小さくても関係ないという、やっぱりその背筋力だとか、そうですね、高校時代は本当にね、まあ、無名のピッチャーですから、ね、まあ、甲子園も出たんでしょうけれど、はい、出ましたけども、レフトオーバーか、追いつきました。